今日はコーヒーの飲み比べをしてみたいと思います。はい、普段コーヒー飲まれますか？私コーヒーじゃなくて紅茶派。紅茶派なんですね。うち毎朝コーヒー飲むんですけど、このペーパーで入れますよ。ペーパー派ですね。そう、今日ハリオのコーヒーの抽出器具をたくさん用意してみたので、ちょっといろいろ試してみたいと思います。すごいいっぱいあるよね。そう、プレスとメルズマとペーパーとメタルだと、このケトルも用意してます。私これでいつも紅茶派。紅茶派だからですね、うん、豆もマリアムコーヒーの豆があるので、うん、ちょっと味も楽しみつつ、入れ方も学びつつ、今日のお菓子いっぱい持ってきて、コーヒーに合うお菓子、洋菓子と和菓子と和菓子、うん、ペーパーとフレンチプレスが割と対照的な2つの抽出器具なので、うん、この2つで飲み比べをしてみたいと思います。どっちがお手入れ簡単なの？プレスはやっぱここの部品をちょっとこれ外せるんですけど、うん、外して洗ったりしないとなので、ちょっとお手入れは大変かもしれない。ペーパーはもうこのペーパーを捨てるだけなんで、うん、なんか丸山コーヒー30周年になってて、うん、あ、そうなんですね、うん、なんかね、アイスコーヒーが人気で復活したって言ってね、今お店に並んでた。エチオピアで1位取ったって。あ、多分これに書いてあった。そうそうそう、時間が経ったら完了なので、うん、あとは押します。プレスします。そんなにいっぱい入れるんだ。そう、1人分で、うん、10から14、5グラムぐらい。うーん、ではこっちのペーパードリップしていきます。ちょっとちっちゃいの文字を書く感じで入れてきます。そんな急須型良さそうだね。あ、これね、入れやすいですね、急須型のが、うん、ね、すごい穏やかでいいですよね。うん、ね、コーヒーメーカーで入れちゃえば楽っちゃ楽ですけど、うん、でも引き具合とか、あと入れるスピードで味が違ったりする、うん、そんな違いやっぱ分かるの？みんな酸味が強く出ちゃったなとか、そういうのは多分分かると思います。洋菓子はね、大好きなノアトブールのフィナンシェと、うん、ありがとうございます。あと気になってたこのミミスク洋菓子店のチョコレート、美味しそう。それすごい気になってた。これね、夜しか売ってないの、ね、びっくりした。うん、こっちなんで、すごい気になってた。これセンタロウのウガタマっていうんですけど、コーヒーに合う和菓子で、これどうですかってバイヤーの方が。いただきます。いただきます。いただきます。こっちがプレスね。そっちがプレスです。うん、いい香り。いい香りですか？美味しい。こっちがペーパーね。こっちがペーパー。あ、うん、違う、わかる。すっきりしてる感じ。うんうん、こっちの方がやっぱり濃い。濃いですか？うん、うん、確かにこっちすっきりしてますね。うん、私こっちの方がペーパー派。うん、うん、私こっちかな。プレス派。うん、ミミズク洋菓子店、うん、なんか社員の企画で商品化したいろんなやつで、うん、そう、それでだからその夜の一人時間のスイーツっていうので、で夜にしか販売しないっていう。わあ、ぎゅうぎゅうにあんこが詰まってる。中身しかもこしあんですよね。こしあん、これでもさ、バイヤーが教えてくれないとたどり着かないね。そう、なかなか買わないですよね。あ、確かにコーヒーに合う。うん、残りの2種はどうなんだろう。お手入れが簡単なのはメタルが入れてこのポイッとしてるだけなので、ネルはちょっとこれのおかんが大変ですけど、まったりした感じの味になって美味しい。